はい、どうも、ケイです。本日もご視聴いただきありがとうございます。今日ね、めっちゃ鼻声なんですよ。レミナクリで、年末は元気だったか。年始からもうずっと、超体調崩してて、で、熱はないのになぜか鼻水と、咳と、あとなんだ寒気と、風邪っぽい症状一例あるんですけど、熱はないっていう、変な症状にかかっていて、まだ全然治ってないんですけど、今日はですね、なんと、某メーカーの、ま、CM に僕がエキストラで出演してみようっていう風に思ってまして、その準備をしていくんですけど、ま、その詳細はね、また後ほど、中で言うんですけど、多分今撮影してるのが1月8日で、今年なんなら初メイクなんですね。やばくない？こんなにメイク大好きな僕が2024年始まって初めてメイクするのが1週間以上あと、やばいですよね。本当に体調ずっと崩してて、2日に初詣まで行ったんだけど、その時もすっぴんで行ったし、年明けてからねずっとメイクできてなくって、今日初めてメイクできるので、一応多分公開される頃にはもういろんなメイク動画とか上がってるはずなんだけど、実質この動画が2024年の初メイク動画、上げるの遅すぎるんだよね。そうなんですけど、一応今日これがね初動画なんで撮っていこうと思います。では早速やっていきましょう。スタート。さあやっていくんですけど、見てヘアピンがさめっちゃ可愛くてさ、ほらこれファンの方が誕生日にくださったんですよ。ギュテーってキラキラの、これも最近使ってます。お揃いで2つあるんですよ。可愛くないですか？ありがとうございます。はい、じゃあまずスキンケアから今日やっていくんですけど、じゃん、いつもお世話になっているラロシポゼシカプラストリペアクリームを使っていきます。これ保湿クリームなんですけど、最近これよく使ってて、メイク前とか。まあラロシポゼ自体は去年もねイベントにたくさん行ったり出演したりとかしてるし、下地もねいつも僕愛用して使ってるので、僕のね普段から愛用してるコスメとしていつも紹介してるブランドではあるんですけど、このクリームはなんと世界のラロシポゼの中で売り上げがナンバーワンのクリームなんですよ。でそもそもこれ海外で発売されてて、日本にはまだなかったんですよ。それがなんと日本人の敏感肌を研究して試行錯誤されながら日本処方で上陸したすごい子なんですね。このクリームが信頼が素晴らしいんです本当に。早速使っていくんですけど、出すとねこんな感じで白いクリームで、テクスチャーはね本当にこう体温でこうとろっととろける感じのバターみたいなテクスチャーをしてます。これね、あくまで保湿クリームなんで普通に塗っていくんですけど、普通僕メイク前のスキンケアするときってあんまりこうクリーム状のものを使わなかったりするんだよ。であんまりこうメイク前にしっとり系のクリーム使うと油分多かったりするとこうメイク崩れていっちゃったりとか、あとファンデーション弾いちゃったりとか、いろんなこう弊害が起きるんですけど、このクリームはですねしっかりとこう膜を張ってくれる感じはするんだけど、全然こうベタっとするテクスチャーじゃなくってあっさりしてる感じ。でも本当にそういう感想が一番合ってると思うんだけど、本当になんかテクスチャー気に入ってて、まあ無色なんで白いけど塗ると全然色は分かんなくなるので、まあ、若干ちょっとトーンアップしてる感じはするかもしれないけど、あくまでこう化粧下地ってよりかはスキンケアとしてのクリームなので、メイク前に使っても全然響かないから、メイク前でももちろんいいし、あとこうお風呂上がりのスキンケアとしても使っても全然いいですけど、使い方はご自身でぜひね色々試してほしいんだけど、しかもこのクリームってぬるだけ SOS シールドって呼ばれてて、名前にも入ってるんだけど、肌荒れに効く成分といったら何ですか皆さん。そう、シカ成分ですね。シカ成分と、あとパンテノールっていう成分が入ってることによって、冬の乾燥だったりとか、あと季節の変わり目で皆さんね、悩む肌荒れだったりとか、そういうものを防ぐよっていうクリームなんですよ。万能すぎません？こんだけ保湿もされながらさ、肌にこう膜を張ってくれるような、なんかもう、お守り的なクリームなんですよ、本当に。いろんなイベントとかでもさ、喋ってたし、動画でも言ったんだけど、半年ぐらい前からさ、もっと前かな、からあんまり僕肌の調子が良くなくって、結構スキンケアをね、ずっとやめてたんですよ。肌断食って言って。やっぱ、この方が肌をもちろん荒れないよ。何も塗らないわけだから、荒れる要素がないじゃん。だから、合う合わないとか関係なく、荒れてはなかったんだけど、冬になるとさ、乾燥は絶対に起こるわけで、乾燥にこの肌が耐えられるかって言われると、何も使ってないとやっぱ耐えられなくって、結構粉吹いたりとか、乾燥してる時がめっちゃあったので、やっぱスキンケアしなきゃなーって思ってる時にこのクリームを使い始めたんだけど、このクリームはね、めちゃめちゃ荒れやすい僕でも、今のところ大丈夫なので、そこの信頼度がすごくある。やっぱ、ラロシポゼっていいんだよな。だってさ、こんだけ肌敏感肌なのに、ラロシポゼの下地もさ、もうずーっと愛用してるじゃないですか。だから、そんだけずっと使い続けられるって、肌に対する処方がすごいんだろうなってめっちゃ思うんですよ。やっぱりさ、ラロシポゼにしかない技術がたくさんあって、特許成分とかいっぱいあるんですよ。クリバイオーマっていう特許成分と、あと肌ダメージを速攻でケアするダーマスカテクノロジーのおかげで、無理にこう肌にいいものをたくさん塗りまくって、どうこうするっていう処方じゃなくって、肌に寄り添ってこう助けてくれる感じのイメージのクリームなんですよ、このクリームが。そこがね、すごい好きなんですよ、ね。あとまだ言ってないんだけど、今度イベントもね、誘ってもらってて、イベントに行ってる様子もね一応撮ってると思うので、未来の僕がそちらもぜひね見てほしいなというふうに思います。こちらです。なんか問診票格っぽいです。病院みたいですね。病院来たみたい。最近なんかほっぺがめっちゃ赤くなるんですよ。もともと
ふわ肌ってあんまり赤くならなかったのに、最近のこの辺すごい赤くなる。さ、逆さでしたっけ、酒さっていうのかな、そういう肌のやつありますよね、赤くなっちゃう急になんか、熱を持つようになっちゃった最近、あと肌の黒ずみ分からんけどな、やばい、はい、行きました。会場がすごくて、なんか大きい車あったりとか、メイク前クリームとかもあんま使わないんですけど、膜張ってすごく保湿されるのに全然こうメイクに刺激がないのがすごいんですよ。水とマシュマロなんですけど、マシュマロ、これマシュマロなんですけど、水とこのクリーム使った方でこんだけ差が出るよって、時間経ってもずっとこのプニプニされてるって。あ、ちなみに今日はですね、ラドシュポゼという白の衣装で来ました。どうでしょうか。白です。雪の妖精かな、ちょっと遠くて聞こえなかったです。大丈夫です。このクリームがですね、世界のラドシュポゼというナンバーワンの依頼でこのクリームですって。へえ。日本になかったけど、日本処方に内容を作り変えてやっと初上陸したというクリームだと。ラドシュポゼの利点です。ありがとうございます。大きいクリームがあります。すごい、こんなでかいクリームあったら一生分顔潤いますよ、うん、あります。こっちで売ってるんですけど、なんかほんと膜張る感じなんですよ、うん、綺麗にツヤっとしてる。そう、なんか水分閉じ込められてる感じ。私診断をしようと思います。ネガピバレちゃう。全然公開してるけど。いや、まず水分量を測らせていただきます。水分量、はい。ベタのところを測らせていただきます。はい、メイク越しに行けるのかっていう不安。次に下ネコをさせていただきます。下ネコ乾燥してるんだよ。この時期あの結構。次に皮脂を測らせていただきます。パウダーガチガチなんですよ。絶対何も出ないですよ。僕のパウダーの量とか尋常してないから、何も変わらない。皮脂を僕もパウダー、そうですよね、パウダーですよ、見てるので、皆さんはね、ぜひすっぴんもしくは薄めなメイクでいらっしゃることをお勧めします。こちらが年齢に対しての平均の数値になるんですけれども、はい、低いほどいいんですけれども、ゼロゼロゼロって。ちょっと待って、写真ってさ、この毛穴の写真一切毛穴ないですよ。ファンデーションの層でも非常に乾燥してますよ。へえー、やっぱさ、パウダーの影響もあるのかな。そうですね、あの少し影響もしてるかな。あとは、まあ、あとは冬場ですので、やっぱり乾燥されてる方とか多いかなって。メイク前のスキンケアはしっかりするんですけど、夜僕寝る前とかベタベタしたくないので、あんまり塗らないことが多いから、まあその通りかもしれないです。意外とそうですね。しっかり塗っていただきますと、ね、確かに確かにちょうどいいんじゃないかなというふうに思いますので、毎晩欠かさず塗ります、したら、はい、ご自身でお悩み感じられますか。粉吹いたりとかもあんまりしないし、はい、メイクも別に割れたりとか、うん、あんまり乾燥を実感する時がなくて、はい、それよりかはこうなんか顔の赤みとか、うん、毛穴の詰まりとか、はいはいはい、の悩みがすごく多分。ありがとうございます。そういう風に感じられるときはやっぱり、まあ、赤みだったり、うん、というところで今日あの先ほどもあのご紹介させて、はい、このシカプラスとかやっぱりおすすめかなと思います、うん、シカ成分とパンテノールだったりというところを配合しているようなテクノロジーを搭載しているような製品になっております。いい成分をたくさん入っています。ダーマシカっていうラドシュポゼの独自のちょっとシカテクノロジーを使っています。なるほど。ダーマってやダーマ店のダーマ、ダーマトロジーのダーマです。ダーマトロジー、はい、このシカプラスとメイクアクリームになっている。めちゃめちゃいいですね。めちゃめちゃいいです、本当に。なのでこういろんなこととしてはラドシュポゼおすすめの使い方として、パンドウォーターってご存知ですか。いただいたことある。あ、すみません。これって本当に湧き水なんですけども、うん、そもそもこれだけガラキンストって
ってくれるお水なんですよ、すごい簡単に言うと。でもう万能水すぎる、うん、万能水です、はい、このブースはじゃあその高新田に基づいて、はい、おすすめな商品を紹介して紹介するというところなんです。じゃあこの2つが僕のおすすめらしいですね。おすすめです。こちらです。今のお肌の状態に合わせたサンプルをお渡しさせていただいているので、私たちの場合もちょっと気になっている状態にはなっているので、こちらとお使いになると存在ますか。ありがとうございます。名前が入ってる、名前が入ってます。僕のギュテ前なんか入れられたらもう使えなくなっちゃう。はい、という感じで、どうだった？楽しそうだった？僕。まだ行ってないからさ、わかんないんだけどさ。多分まあ最高な一日を過ごしたんじゃないかなと思うんですけど、まあ、本当にそんぐらいね、ラドスプレーすごい気に入ってて、愛用してるクリームなので、ぜひ皆さんも。スキンケアとかのクリームで何に使っても荒れちゃうよとか、私すごい敏感肌で、ギテさんみたいにあんまりメイクとかもできないですみたいな。もしそういう人がいたら、ぜひこのクリームね、使ってみてほしい。本当に僕で荒れなかったら、多分皆さん荒れないと思う。このクリームだったりとか、あとラドスプレーの違う製品とか、もし気になるよって人は、ぜひ概要欄の方にリンク貼ってあるので、ぜひそちらからチェックしてみてください。でその後もねメイク普通にしていきます。下地もラロシポゼの UV レアプロテクションタップローズ、あ最近ローズじゃなくってこのね透明の方を使ってる色ないやつで、今年の目標は YouTube、Instagram、TikTok100 万人超えるっていう目標なんですけど、僕的にちょっと変えようと思ってるところがあって、すっごいちっちゃいことなんだけど、カメラがさいつも遠い気がしてさ、最近近づこうと思って今更ですか ?2024 年になってやっとそれ気づきましたってことなんだけど、なんか遠かった気がして、だから今年2024年の動画は、僕はもうこのぐらいの距離でやっていくんで、その方が見えやすいかも皆さんに。って思って、そうしていきますので、次は面白い気を。インスタは関係ないけど、TikTok とかもなんかちょっと距離遠かった気がしたんで、TikTok もちょっとね、アップ目で投稿していけたらなと思ってますので、よろしくお願いします。この下地はね、いつも僕ローズだったじゃん。ローズは血色感をアップさせるみたいな意味合いがあるんですけど、最近僕顔がちょっと赤くなっちゃう時があって、よく。なので、シンプルにトーンアップさせるだけの白、ホワイトの方が僕は最近いいなって思って。あとやっぱ髪色が明るいと、肌がやっぱね、トーンダウンしてるとすごい違和感があるんで、めちゃくそんで見えるんで、そういう意味でも最近はホワイトで、顔の全体的なトーンアップをしてます。で、僕的に顔のこっち側がよくくすみがちなんですよ、意外と。なんか今だったらこっちの方が明るく見えるじゃん。なんだけど、時間経つとこっちの方がくすみやすいんだよね。なんでか知らないけど。だから、こっちちょっと多めにいつもつけてます。いつも時間ない。2024年は時間に余裕を持っていきたい。そう思ってる。で、今日ファンデーションこちら。パケかわいい。イブサンローランのアンクルドポールクッションの N20 番を使っていきます。これね、ずーっと昔から持ってるのに案外使ったことなくて。で、最近僕このね、メイク部屋でも撮影してるんだけど、メイク部屋をね、すっごい綺麗にしたの。もうずーっとこの辺周りにコスメが溢れ返ってたんだけど、それを全部整理して、めっちゃ綺麗で今。だから、その時に見つけたの、これ。いや、パケやっぱかわいいよね。使っていきたくて。色が合ってると思うんだ。あ、結構薄付きなんだね。そうだからね、ちょっとね、いろいろこう年末で大掃除するじゃんみんな。その時ぐらいからあのこう部屋をちょっと綺麗に整理整頓しようと思ってて、ずっとさ放置してた衣装部屋があるんですけど、衣装部屋見せたことないじゃん。でもそれを皆さんに見せれるようにちゃんと整理しなきゃと思って、衣装部屋も今すごい綺麗にしようと頑張ってて、結構今整理されてはいるんだけど、まだ全然こう自分の思い描く素敵な衣装部屋ではないから、ちょっとまだそこはねまだ見せられないんだけど、でももう見せれるぐらい綺麗にはしてるって感じで。で、メイク部屋もやっぱりね、綺麗にしなきゃ、2024年のメイク始めの時に気分悪いなと思って、綺麗にめっちゃ整理して、そう、めっちゃ綺麗な、むしろ何もなさすぎて、なんか殺風景なぐらい何もなくて今。で、なんかメイク机が今あるんだけど、可愛い。グレーと大理石みたいな。それがちょっとちっちゃくて、収納がないのであんまり。このね、僕の溢れ返ってるコスメたちが全然収納できないので、新しいちょっと大きめな作業用みたいなデスク机を買って、使っていこうことしようと思ってるんで、最近ね、いろいろこう、計画してやってます。てかこれ意外と薄すぎなんだね。すごいしっかりカバーされるというよりかは、自然と綺麗になってる感じですね。まあでも、いっか。薄すぎの方がね、崩れにくいし、なんなら。でも思うんですけど、このパフ、特殊じゃん？このパフじゃん。イブサンローランって。リップの唇みたいな。型っていうの、あんまり白髪塗りやすいと思わないんだよ。なんかちっちゃいから、もし大きめにしてほしい。まあ、それ多分僕の顔が大きいからそういう要望になるんだろうけど、僕的にやっぱヒンスのパフが一番使いやすくって。ヒンスのパフマジで使いやすいんだよ。このパフ。雫型ってさ、めっちゃ有名じゃん？よくあるじゃん。でも、ヒンスのパフって本当になんか、モフモフなの。パフ自体が。すっごい伸ばしやすくって、ファンデーションとか。だから、普段僕が違うファンで使うときも、ヒンスのパフ使うんだけど、マジで使いやすくって、これ本当に優秀なの。コンシーラーを明るくしたいところに。
せていく。僕の周りも結構体調崩してる人すっごい多くて、そういう時期なんだろうね。あとやっぱ2024年の目標めっちゃ言ってるけど、僕さすごい早口じゃないですか。動画もさいつも聞き取れてるかわかんないぐらい早口だと思うんだけど、滑舌が悪いのに加えて早口ってもうね終わりなんですね。だから今年はゆっくり喋るっていうのを気をつけようかなって思ってます。だって皆さんはさ完成形の動画しか知らないけど、もう撮影してる時は僕もう自分の序列の悪さ滑舌の悪さに嫌気がさしてるんですね。もうなんでこんな噛むのって本当に思う。やばい、あとまだ30分には言えてないのに、ヘアセットもあるじゃん今日。なのにあともう15分ちょっとしかない時間が、終わりなんだけど。まだだってファンデーションすら終わってないんだよ。どういう状況ですか。急がなければ新年早々時間がないなんて信じられない。でも最近すごい悪夢見るんですよ。良くないよね。初夢の話していいじゃん。初夢はまず僕がいつも行くバーがあるって前昔誕生日動画で言ったと思うんだけど、そのバーにいるんですよ。でもなんか若干この店内の仕様が違うので、でお客さんも店員も全員外国の人なんだけど、あれってなってどこにいるんだろうなと思ったら LA に僕いるの。そのいつも行くバーの LA 支店みたいなところができてて、実際はないんだけどそこに僕がいて、でいつもバーで会う友達たちとか、あとバーのオーナーさんとかもいて、そのバーにあとズッチもいるので、それ以外の人は全員外国人なので、僕がバー飲んでてっていう初夢だったのね。本当にそれだけ。すっごい僕の夢ってめっちゃ鮮明なのね。だから今もし店内のなんか絵描けとか描けるぐらいすごい鮮明に店内の装飾から何から全部あるの。だからめちゃめちゃリアルでできるのかなと思った。本当にできそうだし、なんかでそれは別に良かったんですよ。でそれからこの数日間見てる夢がもう悪夢でしかなくて、でも多分原因はそもそも体調良くないから、まずうなされてるじゃん熱とかに。だからまあ分からなくはない、別に体調悪いからしょうがないねって思う。そうなんだけど、すごいグロテスクな夢ばっか見るんだよね。でその原因も分かってるの。なんでかっていうと、最近僕てか結構前かクリスマス終わりぐらいから僕結構休みにずっと入ってて、休みって僕お家から出ないから何するかっていうと、ネットフリックスとか映画見るしかしないのね。家の中でずっと家に引きこもってんので、その中でさ、僕がすぐ終わるやつってあんまり好きじゃなくって、なぜならすぐ見終わっちゃうからね。長くずっともうまだ終わんないと思うぐらいの海外ドラマとか結構好きで、最近見てるのがさ、ヴァンパイアダイアリーズっていう海外ドラマがあるんですよ。それをずっと見てて、それって1シーズン30話ぐらいあって、それが8シーズンあるのね。長っ。で240話あるわけじゃん、計算したら。長くて長くてもう全然終わんないの。今やっとシーズン5終わりかけぐらい。まだ終わんないのっていつも思う。シーズン5今見てる人もしいたら紹介してもらえるかもしれないけど、シーズン5結構グロいのね。ヴァンパイアの殺し方が基本木の枝を心臓に刺すか、ヴァンパイア同士の戦いの場合はヴァンパイアが心臓をねグッてお腹に指を入れて心臓をね引っ張り出すんですよ。で殺すのね。それを多分見まくってるから、昨日見た話だったらネタバレしちゃうから申し訳ないんだけど、ヴァンパイアを研究してる学者がいるんですよ。その学者が殺されるんだけど、その学者ってそもそもヴァンパイアの研究してるから、デーモンっていう僕がすごい好きなヴァンパイアがいるんですけど、そのデーモンを5年間にわたりずっと拷問してたの、その学者の人は。だからデーモンがすごい恨みがあったわけ。悪びれもせず科学の進歩のためにはお前は犠牲になるんだと言われてたから、デーモンがすごいイライラしてて、でその学者をデーモンが殺すときに、同じようにデーモンがいつもね目をねくり抜かれてたんですよ。どんだけ再生するかっていうのを見るための実験で、いつも目をくり抜かれたりとか、いろんな拷問されてて、でそれと同じ経験をさせてやるって言って、その学者は人間なんだけど、学者の目をくり抜くのね、メスで。そういうシーンなんか見てるからさ、そりゃ悪夢見るよねって話じゃん。寝る前にそれ見てるんだから。だから原因は分かってるのよ。やっぱ寝る前に見たものがさ影響するじゃん、夢って。基本的にはだからまあ原因分かってるんだけど、最近めっちゃ悪夢ばっか見て、しかも体調悪いのもあると思うんだけど、朝7時ぐらいに目が覚めるの。喉が渇いてるとか、まあそういうなんか体調とかそういうのも含め、今日いっぱい寝れるというかさ、寝てた方がもちろん体調も回復しやすいと思うから、たくさん寝れると思って万全体制に寝てるのに、朝の7時にさ絶対目が覚めるから、本当にそれなんだよね。だって寝る時間別に僕早いわけじゃないから、昼の1時とか2時ぐらいに起きたいのに、なんで7時で起きるんだろうみたいな。だって3時間ぐらいで目が覚めるようなもんだよそれ。結構悩み、早く回復しないかなって思ってる。体調が、まあ、僕の2024年はもう本当に去年以上に華々しい生活ができると思ってますので、全然ねこれからなんですけど、僕の人生は。すごい久しぶりにメイクしてる感じする。眉毛まで終われば早いからちょっと頑張る。例えば服も決まってないし、ヘアセットもできて
ってないし、なんかもうどうしたらいいのってぐらい時間に追われてるんですけど、しかもさ、エキストラの分際でさ遅刻したら良くないじゃないですか。今日やらないんだけどさっきやりたいメイクあって、今度またやりたい。女の子メイクなんだけど、めちゃめちゃ可愛いチャイボーグ系の人見つけて、めっちゃ可愛いね本当に。そのメイク法真似してやりたくて、同じ顔なのになんでこんな違うんだろうって思う。もっとメイク上手くなりたい本当に。マジで思うそれ。まだまだ僕メイク上手くないんだよ。皆さんから見たら僕すごいメイク上手いって思ってもらえてるようなコメントいっぱいあるけど、全然まだ上手くなくて、もっとメイク上手くなりたいですね。2024年は進化進化進化。ステージングまだ終わった。眉毛毛の質感強めでやってみました。鼻水が本当に止まらない。お願い止めてね、お願い鼻水を止めてよ。で、2024年メイク始め、アイシャドウはこちらです。クチュールミニクラッチの300番ですね、使っていきます。こういう色見せる場合じゃないの、こんな悠長にしてる場合じゃないのに、この野郎が何やってんだよって。本当にここにまず色を乗っけておいて、ここから爆速です。すいません、もう説明とかできないかもしれないけど、フリースをここで作っておくかな。発色が良すぎるんですけど、何この発色の良さ。発色よ、マジで。さすがイヴ・サンローラン様ですね。で、こっから指です。ほんとに時間がない。多分間に合わないっていうのは確定してるんですけど、でも撮影開始が2時からなので、それまでに行ければ大丈夫なんじゃないかなっていうところで思ってる感じなんですけど、よくないよね、そういうの。しかもこんな派手なやつが遅れていこうもんならさ、絶対迷惑なんだよな。アイメイクから私めちゃめちゃ早いので、めちゃくちゃ急いで頑張ってる今。メイク初メイクだしね今年。でもさ、去年のさ2020年の抱負でさ健康第一みたいな言ってたはずなのに、なぜもう体調崩してるんだっていう、本当に矛盾だし、まず喋りにくい。本当にこんなもんです。初動はやっぱ早いですね。こうしてましたら、このまずキラキラをね、もう先に塗っちゃいます。本当にクチュールミニクラッチのキラキラはね、上品さがやばい。繊細なんですよ、本当に。キラキラするけど、上品。で、僕の場合さ、パウダーいっぱい使ってるから、あまりこう輝きないように見えるかもしれないけど、パウダーあまり使わない状態で、まぶたにこれ塗ると、もっとキラキラになるから、本当におすすめですよ。地雷盛りラインですね。やばい、病人じゃん、本当。見てる側よりも僕の方が全然辛くないの。だからめっちゃ元気なんだけど、鼻水のその感じだけ、息づらいじゃないわ。息しづらいだけって感じ。涙の袋をね、急がなければいけないけど、急げるわけでもなくて、やっぱスピードも限界がありますからね。濃すぎた、線が。だね、プロモーションビデオに、その話してなかった。なんでそれに出る話になったかっていうと、あんまりネタバレできないんで、そのメインで出演する人が僕のお友達で、その人が出る時に、場所がバーなんですけど、撮影場所がバーにいる時に、周りにこういろんなお客さんがいる設定なのね。そこに知らない人がいるよりも、自分のお友達がいる方がこうリアルにバーにいる感じになるから、自分のお友達呼びたいってなって、僕とかまあ他の友達含めなんですけど、を呼んでくれてるっていう感じです。15秒ぐらいの CM だろうから、僕がどこに出るかもわかんないと思うんだけど、もし万が一テレビ見てるときに、これギテさんじゃないみたいな、これギテじゃないって思った人いたら、ぜひコメント欄でね教えてほしい。絶対わかんないと思うけど、まあ映るかどうかもわかんないし、まず普通こういうのってさ、撮り終わった後に告知するんだろうけどさ、今から僕撮り行くからさ、どんな出るかもわかんないし、完成形もわかんないしっていう感じなんですね。風邪ひいてる時ってさ、家にずっといるよりもさ、外出した方がさ、なんか元気かもって時ない？そういうパターンだと思ってる今日。案外外出したら元気かもしれないって思ってる。久しぶりにこの顔見た自分の。てか僕がしれっとさ、入るんだけどさ、今日あんまり派手めにしていくつもりないから、これでもね。だから、あんまり多分わかんない人多いと思うけど、まつげ調子いいんだけど。やっぱね、最高だね、このライナーが。ルシウスが寂しがり屋モードになってる。チークチーク。最近こう斜めにつけるっていうよりか、全体的にふわっと、あたかもそのリキッドチークへ押し込んでいるのかのような感じにしたいので、鼻目につけそうなチーク。
で今日は鼻長くしたい日なんでここはつけません。鼻下だけで、ここにね、さらに鼻下を強調する線を、ね、やっぱさ、ずっとメイクしてなかったし、スキンケアもさ、おろそかったからさ、メイクで悪いかなと思ったけど、やっぱ最初のクリームのおかげですごい綺麗に乗ってる。ちょっと今日薄付けにしてるけど、しかもで今日ファンデもシャドウもイブサンローランだったんで、リップのイブサンローランルージュピュールクチュールの N5 番ですね。これなんか塗ると若干ツヤっぽいんだけど、ぼかすとマットになるんですよ。これ不思議だよね。いい色、ベージュっぽくて。最近ハイライトはもうね、この縦しかつけない、ほっぺとかつけない。最近横の幅、この頬骨がすごい最近目立つ気がして、ツヤがない方が頬骨短く見えるんで、最近そうしてることが多いですね。はい、こんな感じでメイク終わったので、カラコンとヘアと衣装も着替えていきます。はい、ということでメイク完成しました。今日はね、裸眼にしてみようかなと思ったんですけど、髪型いつも通りちょっとオールバックっぽい感じで、衣装はね、ちょっとこのザハのキラキラスパンコールに下もデニム履いてネクタイしてという感じですね。それで行っていこうと思います。バーで飲んでる設定なので、このぐらいちょっとキラキラでもいいかなと思ってこれを着てみたんですが、いかがでしょうか。もう時間がないので早速行っていこうと思います。途中でもお伝えしたんですけど、もしこのルックの僕がテレビにもしいたら、何の CM 出てますよねって、ぜひコメント欄の方に教えてくれたらというふうに思います。では駆け足になりましたが、今日は某有名 CM にエキストラ出演する様子の準備動画をお届けしました。参考になって良いなと思った方はグッドボタン、高評価、チャンネル登録、ぜひぜひお願いいたします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。グテでした。バイバーイ。